どうもこんにちは、加納和馬です。さあ本日は映画ガール・イン・ザ・ミラーの紹介と感想を言っていきたいと思います。まずはこの作品のあらすじをざっくり簡単に説明したいと思いますが、主人公はこのインディア・アイズリー演じるマリアという女の子で、彼女は高校生なんですけども、まあ、性格がねとっても器用なんですね。あまりこう自己主張するような子じゃないので、まあ、学校でもねいじめられてるんですよね。その同級生のね男の子からはお前の席ねえからなんつってね、まあ、すごいいじめられてたりするんですよ。で学校にも居場所はないけど家にも居場所はないんですよね。まあ、父親からはあいつはダメだと、社会性もない18歳にもなるのに全然ダメじゃないかと、そう言われるぐらいね、もう本当にもう家にも居場所はないんですよ。それで家のあの鏡の前でオナニーしてたら、その鏡の中の自分が急にこっち向き始めて、おいなんだなんだと思ったら話しかけてくるんですよ。いや私はあなたよとね、あなたは私、私はずーっとあなたのことを見てたのと、それで私はあなたの痛みを消したいのよと、だから私と変わらないという。でこれでマリアもねちょっと悩むんですけども、でもまあその嫌なこともねすごい続くので、それで彼女と交代することにして、鏡に向かって手を合わせてキスをすると、まあ、人格が交代するんですよ。でもうそれでも人格変わっちゃってるんで、もう同級生に対しても、その男の子の同級生に対しても、私のことを見て立てたんでしょうなんつってね、もうほんと挑発できるくらいもう自信満々で、それでどん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 、まあ、あらぬ方向へと向かってしまうというのがこの映画です。そしてね、今作の良かったポイントは、まずはね映像が良かった。今作は、まあ、ちょっとこう硬い中というか、その寂れた街で起こるその犯罪劇って感じの、その雪の降る街っていうところがなんかこうミステリーというかさ、その犯罪が起こりそうな雰囲気がすごいいいのよ。あの俺ファーゴとかも好きだから、やっぱりねちょっとさ、その何かが起こりそうな感じ、もうそこがまずねすごいたまらなく好き。そしてもう一つ良かったのが、このマリアのお父さんなんですよ。このお父さんがねまあやばくて、まあその娘に向かってあいつでき損ないだって思ってる時点でまあ結構ひどいんだけど、まあある時、まあ、このお父さんはその整形外科医なんだけど、そのマリアに向かって、あの明日ね放課後うちの病院に来なさいとね、そう言って、それ病院に呼ぶんだけど、そしたらこう鏡の前にね、座らして、上唇はもうちょっとな、整えた方がいいなと。もう耳もな、整えた方がちょっとバランス取れるぞ、なんて言い始めて。今度、お前誕生日だろと。整形、プレゼントしてやるからな、つって。娘に整形をね、誕生日プレゼントであげるというね。いや、ここはもうほんとひどいシーンだったね。あ、まあ整形外科医だからね、それ整形することはもう推奨したいタイプなのかもしれないけど、娘にね、そういうことしちゃうっていうのはもう怖っていうことでね、まあ、このシーンがまず一番気持ち悪くてね、とても良かったです。そしてもう一つ、今作で最も一番良かったポイントは、この主人公マリアを演じてるインディア・アイズリーが超可愛いってこと。ほんと、ここ、最近見た映画、ドラマの中で、いや、もうナンバーワンって言っていいぐらい、もうほんと、すっげえ美人だなーって。いや、もうずっとね、ああ、もう美人ですねーっていうのがね、もうほんと止まんなくて。これインディア・アイズリーっていうのはね、オリビア8世の娘らしいですね。オリビア8世ってのはロミオとジュリエットとかで有名なね、13で。まあ美人さんの娘なんでね、そう美人は遺伝するんですよ。ということで、まあそのインディア・アイズリーのアイドル映画としてはもうほんと満点ですよ。いや、もういろんな姿がね見れるので、もうインディア・アイズリーの可愛さを堪能するって意味では、いやもう最高でしたよ。という感じで、まあインディア・アイズリーのアイドル映画として見ればもう満点なんだけど、でもスリラー映画とか、まあ、サスペンス映画として見た時にはまあ結構消化不良ですね。まあその彼女の
ね、その鏡の中の自分の正体が最後にちゃんと明らかにはなるんですよ。まあなんとなく最初から気づくんだけど、そこでね、その正体が明かされることは別にいいんだけど、でもサスペンスとしては、そこで終わりなんていうあそうって感じのね、なんかこう全然その盛り上がりそうだなって思ったところで切れちゃうから、なんだよっていうまあ非常に消化不良感をね感じますよ。あの途中でね、まあ、そのある復讐が出てくるんだけども、その復讐方法もね、まあなんていうか頭使ってないっていうか、本当脳筋って感じの復讐方法で、いやなんかもう本当に微妙そうなんだね。雰囲気だけはね全体的すごいいいのよ。映像もいいし、インディアイズリーもすごい雰囲気あるし、そう映像すごいんだけど、ちょっと脚本がね、その中身が薄いなっていう感じはねどうしてもしてしまって、そこはもう本当残念でしたね。という感じで、まあインディアイズリーをめでるという意味ではね、2時間全く飽きない作品でした。はい、そんな感じです。この A Girl in the Mirror は5月現在、Amazon プライムビデオで配信中なので、もしよかったらそちらの方でご覧ください。ということで今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。